こんにちは。ヨガ講師のめぐみです。30日間朝ヨガチャレンジ Day6 となりました。皆さん、今のところ練習はどんな感じで進んでいるでしょうか。今日6日目は腰の痛みですね、腰痛とか背中とか腰のこりを抱えている人も多いと思うんですけど、そんな腰を優しくほぐしていくヨガプラクティスをお届けしていきます。今日のアファメーションは、私は人と比べる癖を手放します。私は人と比べる癖を手放します。ついつい思考は何かね、こう自分以外のものとこう対比して、こう自分を知るためにそう自然としてしまうものなんですけれども、そういう比べる思考を手放して、自分っていうところにこう全ての力を取り戻していきましょう。それでは膝を立てたら、両膝を左右に開いて足裏を合わせていきます。かかとを体から遠ざけて、体の前にひし形の空間を作っていきましょう。両手を足の上、もしくは足の下から前に出して、手のひらを上に向けて前屈に入っていきます。吐く息で上半身力を抜いて、背中をふわっと丸めて、腰に大きく伸びが広がっていきます。骨盤はどっしりとマットに沈んで、両肩も楽に、頭も楽に、ゆったり大きな呼吸を体に広げていきましょう。とてもいろんなとこが伸びてくるポーズです。腰だけじゃなくて、股関節周辺だったり、お尻だったり、そういう硬く縮こまってたところに、こう自然とスペースが広がっていくイメージで、あとゆったりご呼吸。そしたらゆっくり体を起こしていきましょう。両足を閉じたら、このまま背中をマットに預けて仰向けになっていきます。両膝を立てたまま、ここから右の足首を左のももに乗せて、膝を横に開いて、両手で左足を抱えていきましょう。右の膝を遠くに押し出すイメージで、優しく骨盤周辺伸びが広がります。ちょっと頭をゴロンゴロンと転がしたりして、こう首の力を緩めてもいいです。忙しい時はもう体のいろんなところがぐっと固まってると思うので、ちょっとゆらゆら揺れるような動きはとても体を緩めていくのに効果的です。吸う息でお腹が広がって、吐いてもう一つ左足を胸の方に近づけていく。そしたら手をほどいて、左の足裏をマットに下ろします。足の形はこのままです。両手を体の横に伸ばして、手のひら下向き、ここからブリッジに入っていきます。左右非対称のブリッジ。左足で床をして、骨盤、背骨、下から持ち上げて、そうぐーっと右の膝は下に下ろしていくようなイメージ。背中の筋肉使っていきましょう。バランスを保ちながら、もう一呼吸。さあ、ゆっくり上から降りていきましょう。右足をほどいて反対側です。今度は左の足首を右のももに乗せて、膝を横に開いて、両手で右足を抱えていきましょう。優しく腰やお尻、伸びを感じながら、
吐く息で左の膝を遠くに押し出していく。すべての感覚を内側に向けていくイメージで、自分のためにこの時間を使っていきましょう。吐く息でもう一つ右足を胸に抱き寄せて、そしたら手をほどいて右の足裏が床、両手を体側に伸ばしていきましょう。ここからブリッジです。右足で強くマットをして骨盤持ち上げて、ぐーっと体を反らせていきましょう。なるべく肩や首は楽に保ったまま、右の母子球マットをして、もう一つ骨盤高く、じゃあゆっくり降りていきます。左足をほどいたら両足を胸に抱えて、体をゴロンゴロンと揺らしていきましょう。優しく背中をマッサージ。結構ね、硬さを感じる人もいるかもしれません。じゃあこのままゴロンとどちらか一方に転がって、ゆっくり四つん這いになっていきましょう。両手が肩幅、両膝腰幅、足の甲を寝かせていきます。そしたら空中にお尻で円を描くように骨盤を回して、優しく腰をほぐしていきましょう。ここから体を後ろに引いて、腰や背中を大きく伸ばしたり、前に移動して体の前面を伸ばしたり、全身で大きな円を描いていきましょう。私いつもね、こう左の肩が硬いみたいでボキボキなるんですけど、肘かな。そう、腰の痛み、腰が痛い人はこう丸めていく動きもいいし、反らせていく動きもいいし、とにかくいろんな方向に動かしながら、こう硬くなってた筋肉をほぐしていきましょう。では、キリのいいとこで反対回し。前に来たとき大きく体を反らせたり、後ろに来たときぐーっと腰や背中伸びを入れたり。じゃあ、だんだん円を小さくしながら最初のヒップロールに戻っていきます。四つん這いで空中にお尻で円を描いていく。そしたら一度手足の位置を整えて、右手を左側に伸ばして、右の肩と耳がマット、左手を右手に重ねて、ぐーっと肋骨を左に向けて、優しく腰や背中ねじりを入れていきます。吸う息で肋骨広がって、吐いてもう一つ右の肩を重く、そしたら左手マットについてゆっくり起き上がっていきましょう。反対側です。今度は左手を右に伸ばして、肩と耳がマット、右手を左手に重ねて、ぐーっと肋骨を右に向けていく。お尻は遠く、こう膝の上に保っていきます。右の腕は楽に。そしたら右手をマットについて、ゆっくり体を起こして、チャイルドポーズ。お尻をかかとの上に下ろして、おでこと肘がマット。
必要だったら軽く体を左右に揺らして、もう一つ腰や背骨動きを入れてもいいです。もう一呼吸終わったらゆっくり起き上がって、あぐらか楽な姿勢で座っていきましょう。両手を胸の前で合わせて、親指が胸の真ん中、そっとまぶたを閉じていきます。最後にオウムのチャンティングをしていきましょう。鼻から吸って、オウ。ありがとうございました。ありがとうございました。今日は固まった腰を優しくほぐすヨガプラクティスをお届けしていきました。呼吸もゆったり穏やかに整ったかなと思います。今日も一日快適にこの状態を大切に過ごしていきましょう。それではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。